はい、おはようございます。ラスカルでございます。ただいまこちらですね、川口駅付近に来ております。というのもですね、本日は僕の動画ではおなじみ高野目さんに向かっておりますね。ちょっとね、公開するタイミングは分かんないんですけれども、撮影現在12月ということで、高野目さんには僕もだいぶお世話になってますから、オーナーさんにね、年内最後にもう一回食べに行きたいと連絡をさせていただきました。で、2023年最後の高野目なのでね、この高野目さんといえば混ぜそばの限定が結構人気なんですけれども、そうではなく通常のラーメンをね、締めにいただきに伺わせてくださいと、言ってありますので、本日はレギュラーの高野目さんのラーメンを食べていこうと思います。ということで本日はですね、僕の後ろに見えておりますこちら高野目川口店さんで、まあまあな量のねラーメンをいただいていこうと思います。僕の動画では限定じゃなく、この通常のラーメン食べるの久しぶりですので、今日はですね、2023年締めの高野目としてラーメン楽しんでいこうと思います。ということで、ただいまですね、こちら高野目川口店さんの店内に入っております。もうですね、一応こうやって機材のね準備をさせていただきまして、本日いただくラーメンは注文してあります。今もですね、こちら川口店さんではもちろん限定のメニューも販売しておりまして、煮干しを使った味噌ラーメンということです。それもめちゃくちゃ食べたかったんですよ。ただオープニングでですね、締めとしてこの通常のラーメンを食べるとお話ししてしまったので、もちろん今回はデカ盛りでまず通常のラーメンですねいただきつつ、茹で前で1200で注文してるんですよ。だから多分お腹には余裕あると思いますので、それを食べた後に通常のねサイズでその限定の煮干味噌いただこうかなと思ってます。ただいけるとは思ったんですけど、ちょっと待って、結構量多いっすね。僕の動画でもおそらくこの高豆さんのラーメンっていうのは数年ぶりに食べますので、ちょっと今日めちゃくちゃ楽しみっす。いい、うまそう。ありがとうございます。でかということで、本日ですねいただきますこのすり鉢のラーメンですね、到着しました。これやばいっすね、めちゃくちゃうまそうです。今日のスープはですね、バチバチに決まっている最高のスープってことなんで、早速ねこちら出来たていただきます。最近高野目さんの撮影ですと混ぜそば系が多かったので、いわゆるこの高野目のスープってものを味わってなかったんですけど、結局ね僕はこのスープが好きでこの店に通い始めたんで、いただきます。うめえ。あー、ありがとうございます。あー、うめえなうまい。ちょっともうガンガン攻めちゃっていいですか。うわ、豚ですよこれ。カメラ越しで伝わってますこの脂の感じ、この柔らかさですよ。うまっ。いつもやっぱり高野目さんに撮影いいですかってご連絡するときって、気になるね限定メニューが各店に販売したときに、あそこに行っていいですかみたいな連絡することが多いんですけど、やっぱりこのラーメンですよ、結局はこれ。うん、うまいな。この高野目のね常連さんとかも、最近は限定ばっかりしか食べないよってお客様結構多いと思うんですけど、もう一回ねこのラーメンに戻ってきてほしいですね。うん、やっぱりうまい。ちょっとそろそろ麺見えてきましたんで。うまいわ。なんかやっぱいいっすね、この高野目のラーメンっていうのは僕にとって結構ね人生の中でもだいぶ重要なラーメンの一杯でして、
というのも、これ高野目さんって1店舗前、今埼玉の独協大学前っていう駅にある本店さんね、これ8周年を迎えたんですよ。そこの店舗が確かオープンして半年後ぐらいに、僕が動画やってるやってない時期ぐらいから普通にこれ撮影外でお客さんとしてですね、こう伺わせていただいておりまして、当時からもうほんとおそらく人生の中で一番通ったラーメン屋さんだと思うんですけど、僕の活動は多分ここのラーメンがなかったらもしかしたらないんじゃないかっていうぐらいね、本当にお世話になったラーメンでして、それがね、こう数年越しに久々にラーメン食べて変わらぬ感動というかね、うまいね。いろんなね、大食い YouTuber さんの動画とかを見て高野目さんに行ってね、いわゆるこの限定のメニュー食べに行った方って多いとは思うんですけれども、まずね、限定の前に一度この通常のラーメン食べてみてください。ちなみにここ数年でこの高野目さんの店舗っていうのはかなり増えたんですよ。都内から埼玉県内、本当各地にですね、いろいろ店舗が増えたんですけれども、結構勘違いされてるお客様多いんですけど、この高野目さんは各店各店しっかりとお店でね、スープを炊いておりまして、やっぱりね、炊き方等々に関してはその店舗ごとによって若干異なる部分があって、同じラーメンでもですね、少しずつこの良さというのかな、味わいってのが変わりますんで、ファンの方はね、いつも行ってるお店のみならず他の店舗でもね、このラーメン食べてもらって味の違いとかを楽しむのもまたね、高野目の一つの良さだと思います。そしたら、ここで僕といえばのね、生卵を使ってラーメンちょっとつけていきたいと思いますよ。やっぱね、高野目のラーメンはこうですよ。これだな。やっぱこの高野目さんのね、濃厚なスープで絡んだ麺、そこにね、この生卵の甘みが加わると最高に美味しいんですよ。ちょっとこの辺りでですね、普段は持ち込みダメなんですけれども、社長がね、ちょっとご厚意でこれ特製いただきましたんで、本日も一旦これでね、小休憩で。
でもなんか本当懐かしいですね。僕の動画始めた当初の頃から見てくださってる視聴者様は、まあ、知ってると思うんですけれども、昔はねやっぱりもちろん美味しいお店には行ってましたが、限界まで食べて動画的にはねこう大食いとしてというか、まあ、そんな部分で楽しんでもらえたらというか、うおーって興奮してもらえたらと思ってたから、もうとにかく量を増やして食べるみたいな、そんなね動画が結構多かったんですけれども、やっぱりこう数年ねこの YouTube 活動をしてやっとね美味しいものを最後までしっかり僕自身も美味しく味わえる量で注文しながら皆様にこうご紹介できる、なんかねこんな動画活動になってることがやっぱ嬉しいね。もう今動画は7年目を迎えましたけれども、7年前にはね考えられなかったでも、なんだかんだこれもう頼んだ 1200g の麺ももうなくなっちゃいましたね。でもやっぱこういう二郎系ラーメン屋さんでデカ盛りをいただくと、もちろん麺、野菜、そのあたりでもお腹いっぱいにはなるんですけど、何よりお肉がお腹にきますね多分ね、この一杯だけでも丸々豚一本分は余裕で入ってますからということで、ただいまですね、こちらいただきましたラーメンですね、完食させていただきました。すいません、ちょっとですね、背脂等が残ってるんですけども、僕も最近本当にもうこれがねちょっときついので、麺、お肉、野菜すべて完食の状態でごちそうさまでしたということで、続いてですね、この川口店12月限定で販売している煮ぼ味噌ラーメンいただこうと思ってますということでですね、本日のこれデザートですね、ただいま限定で販売している煮ぼ味噌ラーメンということで、ちゃんとフルサイズでいただくとお腹もパンパンになっちゃいますので、デザートということで可愛く麺半分で 150g で注文しております。あー、ちょっとこちらも今日の最後ですね、いただきます。いくつかこの高野目さんには味噌の限定もあるみたいなんですけど、僕はちょっと初めてなんでね。うまい、うまいんだけど、やっぱ特別うまかったラーメンの後だからなあっちのうまさを思い出してしまうな。茹で前150だったらデザートでしょみたいな感じで今お話ししましたけど、改めて考えると麺量150っていわゆる普通のラーメン屋さんよりは麺あるからねうん、先週もここ通って
この韓国料理です。あ、そうですか。お客さんはもしかしたら、じゃあ今日もこのチャーシューで最後ですね。ということで、本日のね、ラーメンすべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら、ラーメン高野目川口店さんで、僕のね、まあ、思い出の一杯といいますか、原点回帰ということで、今までこう、限定の混ぜそばやラーメンいただいてきたんですけれども、通常のね、ラーメンをすり鉢でいただきました。本当にね、こう、動画内でもお話ししましたけれども、僕にとってはこの思い出の一杯でして、なんかね、こう、数年ぶりにこの高野目さんで通常のラーメンをいただいて、社長だったりとか、この店長さんっていうのは日々ね、研究されておりますので、当時僕が食べてたラーメンよりも、さらにね、美味しくなってると思うんですが、なんだかね、こう懐かしい気持ちになったと言いますか、とてもね、幸せな気持ちになれる撮影でございました。高野目ファンのね、お客様は結構こう限定メニューなんかをね、優先して食べられる方も多いと思うんですけれども、またこんな感じでですね、改めていつも限定食べているけれども、久々にラーメン食べようかなみたいな感じで、この味にまた戻っていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄のチェックしてみてください。ラスカル新井チャンネルでは高野目の動画何本上がってるかわからないぐらい上がっておりますが、もちろんですね、来年2024年もたくさんお世話になりたいと思います。やっぱ300でいいな普段は150でいいし、撮影でも300でいい